Gracias.
大臣、こんばんは。主の皆によってイエスの名前で祝福します。こうやって皆さんと一緒に今夜過ごすことは本当に嬉しく思います。仕事の帰りが、その疲れが取れますように、祝福あれ、力あれ、元気になりますように。その通り、アーメンと言います。その通り、祝福、福、どこから来るでしょうか。それは私に買えるものなのか、よく考えてください。福はどこから来る。私たちはチームジーザス、イエス様を代表してイエスのチーム、一つになるチームです。イエス様の福音、その祝福、会社から来るものか、人から来るものか、偶像から来るものか、よく考えてください。祝福、私たち毎日祝福をいただいてます。太陽の光、この息をしている酸素のも神から来ている祝福です。その通りでしょう。その恵みの中で印材が存在してます。そしてその住民たちももちろん神の恵みの中に生きてます。神の愛によって私たち力を得てます。これが福です。お金で買えるものではないです。イエス様が福音を述べ伝えに来ました。その福音は自分の話として、この世を救うための話です。神の子で生まれて、神から唯一の生まれた人で生きて、完璧な人生を過ごして、しかし最後に私たちのために自分の体、自分の全てを十字架で犠牲にして、私たちを救ったんです。そうです、十字架は私たちを救う道です。神はこの世を愛して、印材を愛して、聞いてるあなたを愛して、イエス様を送りましたよ。それが身代わりで、自分の罪、この全ての人々の罪の払うためです。支払うためです。一括でイエス様がみんなの罪を取り消しました。すごい話です。それは罪、全ての罪、どんな罪でもそうです。一番ひどい罪を考えても、その払うためですよ。神の前の誰も義となる人はいません。イエス様だけです。しかしその唯一の神の子イエス・キリストは、私たちのために愛して自分を捧げたんです。これが福音です。聖父の福祉よりすごいものですよ。神様の前、人の前ではなく神様の前で、この福音を人に届くように来ました。それは私たちに伝えに来ました。伝えに来ました。愛してるよ。神の子イエス・キリストはあなたを愛してる。今も愛してる。十字架は終わりではない。十字架は私の救いの始まりでした。その後イエスが蘇って、3日で蘇って、人の前で現れて、自分の弟子たちと住んでる人たちに今度その命令がありました。この福音を全世界に伝えなさい。私や、あなたのためにやったことを皆さんに伝えてください。喜んで伝えてください。日本まで来てますよ。イスラエルで始まって、世界の救いが日本の印西市まで来ましたよ。ハレルヤ、すごいです。祝福の話、神の栄光がこの全世界に満ちるんです。全世界を満ちるんです、神の栄光で。ですからその福音をどうぞ自分のものにしてください。その本当の福を、その祝福を今日受け取ってください。はい、お伝えします。感謝します。そして一緒に、あの大好きな仲間豊さんと一緒に今夜、はい、お話ししましょう。はい、こんばんは。こんばんは。
はい、印西市の皆様こんばんは、今日こうして立ち止まって見てくださってありがとうございます。今日はイエス様チームというメンバーが来てくれています。そして他にもたくさんのメンバーが来てくれてるんですけど、なんで来たかというと皆さんに伝えたい方がいるからです。それはイエス様のことをあなたに伝えたいです。その度です。はい、イエス様って知ってる人いますか？あ、いますね。聞いたことありますか？そうですね、 ありますか。ありがとうございます。イエス様っていうのは2000年前に歴史の教科書で読んだんですけど、キリスト教なんか昔のどっかの神様じゃないですかね。多分これで できるかな。はい、大丈夫です。そのまま持って。私はアメリカで生まれたんですよ。そうです歴史の方にも出てますけど、でも日本もそうです。私実は5人子供います。日本で暮らしてますけども、はい、そうです。大体キリストということはもう世界史の人物みたいな初めて知るようになりますよね。はい。今そのイエス様を伝えに来たと言われたんですけども。全然聞いたことないんですけども、何が魅力的なんですかね。そう、イエス様って言ったら何者かっていうことね。イエス様って何ですかって、はい、誰ですかじゃなくて何ですかって質問をよくされますよ。はい、イエス様はこれはなんか様付けをつけると特にね、こうもう上にするっていうことで、イエス様はまずそのどっから来たっていうことを皆さんに伝えたいと思います。どこから来られたんですか？まず聖書を開くといいです。聖書ですか？聖書というのは聖なる、書物本であることです。昔からもうもっともっとベスト大ヒット、もうベストセラーのロングセラーで、世界人にもう伝えてる本ですけども、はいはい、読んだことある？なんかベストセラーっていうのを聞いたことあるんですけども、結構人気なんですね、聖書、意外と。そう、人気っていうか、もちろん命の本でも言われるほど、それほどすごい本ですよ。わあ、すごい。命与える言葉、本があるんですね。なるほど。ちょっと一般教諭として勉強しておく必要ありそうですね。まずそのイエスのその名前が聖書に出てきます。その聖書からでもただの本の話ね、いっぱい本ありますよね。ハリーポッターとかなんかいろんな本あるよね。そのこうありえない世界を語る本でも、この聖書では絶対的な真理であることですね。なぜかというと、もう遠いところでもその研究のために使われるほどの本の正確の情報はありますね、聖書は。ありがとうございます。でなんかその素晴らしい聖書という話なんですけれども、今日なんかそのいっぱいいろんな国から来てると聞いてるんですけど、何カ国から来れたんですか？イスラエルという国が、中東の中の、はい、国ですけども、はい、その国で生まれた方です。で今日はそのイエス様を伝えるためにお兄さんと、あと他にもなんかいろいろ外国人の方とかかっこいいお兄さんお姉さんいますけれども、今日はどちらからおいでになりましたか？私はアメリカ出身です。アメリカ出身ですか？はい。そして、この形でベレボーの方はイギリス出身、大好きだニックさんです。よろしくお願いします。はい。そして、隣でかっこいい、青なんていうかな、ハッピーコートハッピーで着てるのは、カナダから来たホーリーです。ありがとうございます。ホーリーさんと、あと そっちに似てる日本で生まれた、あ、日本ですか。アメリカ人ですね。アメリカ人でありながら日本で生まれたジョンです。ジョンさん、はい、よろしくお願いします。はい、海外から、来たところ、日本の生活はもう15年ほどになりますけど、みんなそれぞれね。15年も。はい。なるほど、ありがとうございます。どのようにしてそのイエス様に出会ったんですか？ちょっともしよかったらお話しいただいてもいいですか？私の場合はアメリカで生まれて、はい、教会のもう小さい頃から通ってたんですね。はい。で、ある時は私小さいの時、5歳の時は心の中に響いて、これが欲しいな、この話、純粋にこのイエス様が
私の罪、要するにね、嘘ついたりいろんなことを子供でもね、やってしまいますよね、うん、それが犠牲になって、でもそれでも愛してくれる、犠牲になって払ったら、やっぱ自分の悪いことそれを払った人がなんか愛で払ったりじゃない、大体もう申し訳ない、ごめんみたいな、そのイエス様が払って自分を彼と犠牲にするまででも愛する、でも生きておられる、でもあなたの衆でいたいという気持ちある、すごくね、私が子供でも素直に受け入れて、もう洗礼したい、もうそれが欲しい、イエス様が私の衆でいてほしいという気持ちがあったんですね。ああ、そうですか。小さい時から、あなたはどの話、どういうふうにイエス様に出会いましたか。あ、僕はまあ5歳の時に保育園に行っていて、友達にいじめられたんですね。でまあ、人から嫌なことにされたように、まあ、僕もしてやろうと思って、そしてまあ6歳ぐらいですかね、お店で万引き始めたんですね。でもまあ私の父は牧師でして、まあ、教会に行くと悪いことしたら、まあ、神様に地獄に入れられると、そのような思いがあったので、まあ、その盗んではならないという言葉が、まあ、教会の中で、ね、毎週聞かされていたんですね、まあ、僕は毎回毎回盗んでるなと思って、すごい神様っていう存在が怖かったです。でもある時にその聖書の話を聞いたんですね。もしあなたが犯した罪があったら、神様に告白し、ごめんなさいとお祈りしてごらんと、神様許してくれるよと、そのことを聞いた時に僕は許されたいなと思って、神様勇気をくださいとお祈りして、まあこういうことをやってきたんですと、まあ、父と神様に言ったんですね。その時にイエス・キリストが僕の罪を許すために十字架にかかって死んでくれたと、はい、それをすごく、はい、思わせて涙が出てきて、はい、その時その心に開いていた穴がピュッと僕はなくなったんですね。その時からイエス様のために生きていきたいなと思って、そこで決心しましたね。はい、そうですね、やっぱそういうある時は来るんですよね、これやっていうことね、自分の人生をその穴がみんな心の中に生まれて、何入れてもやっぱりこうがっかりする、なくまた悲しくなったり、イエス様がその完璧に私たちの穴を埋めてくださるんですね。で、そうすると面白い質問、ちょっと話変わるんですけど、面白い質問を、したいんですね。それでも聞いてる皆さんにもちょっと一つの、質問をしたいです。イエス・キリストは外国人ですかっていう質問です。どうですか、イエス・キリストは外国人ですか、どう思いますか。あ、そうですね、ヘブル人ですかね。そうですね、でも外国っていうとその、まあ、生まれたその土地はあるんですけど、でもイエス・キリストの実態はこの世の前にも存在してたとは聖書書いてある。ということは外国人ですか、よく深く考えましょう。外国人ですか、イエス様、ね、少しね、ね、止まりますよね。よく考えると、この日本を全て創造されたものもキリストとして創造されたは聖書にも書いてあります。ということはこの日本もこの印材もイエスによって作られた土地です、作られたものです。ということは外の人ですか、中の人ですかね。そうです、外国の方ではなく日本人と同じようにこの国を作った人です。この全世界の国々を創造した方です。ということは外国人として考えられないこと、不思議ですけどね。もう顔のイメージは外国人ということですけど、日本人のことをよく知ります、よく知ってますね、はい、日本の文化の日本の言葉、日本の土地とか詳しいはずです。漢字もそうです。漢字って本当に面白いですよ。神様の話、キリストの福音が漢字にも書いてある、秘密あるんです。イエス様があなたにどんな言葉で声かけるんですか。イエス様
を信じてイエス様からなんか来るんですよね、言葉。どんな言葉ですか？英語ですか？ヘブライ語ですか？ヘブライ語。僕に来るときは結構日本語で。日本語で来るんですよ。結構日本語。結構日本語で。またじゃあ、ね、外国人ねえ、イエス様が日本語喋りますよね。じゃあ。なんていう不思議でしょうね。そうですね。でも考えたことはなかったでしょ？そうですね、あんまりなかった。私もこれ面白い質問よね。いやだ、イエス様が外国人ではなく、もう中の人です。日本語で人声かける、日本を創造したお方です。日本の主です。日本の救い主です。政治家ではなく、イエス様が日本を救いたいです。信じる者にその救い与えられます。でも信じるって言葉はどうですか？なんかちょっと日本人的には信じますよ、神信じますよって言うと結構曖昧？そうですね、なんか抽象的な感じがしますね。もう信頼、頼る、これが英語だと分かる？ Trust 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 Jesus イエス様を頼る、信頼を置くことがイエス様が待ってるんです。その大ボア聞いてるあなたには質問します。今日こそ信頼イエスに置きますか？置きたい方、もしイエス様が信頼今日置きたいと思う方がどうしたらいいですか？もし今日このライブを立ち止まって聞いてくださっている方の中でイエス様に信頼を置いていきたいなと思う方がいれば、ぜひこちらに来てくださってお祈りしたいと思います。そして心の中で人は信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書いてあるんですけれども、もし私たちがイエス・キリストを私たちの救い主として罪を許してくださる方として信じるならば、そしてそう信じますと心の口で話すならば、祈るならば救われると、救いというのは本当にその罪を今まで犯してきた悪いことを全部神様が許してくれて自由にしてくれて、そして永遠の命を与える、神は実にその一人子を与えたことにを愛されたと、天のお父様なる神様はイエス様を十字架につけたことにあなたのことを愛しておられます。そしてのでイエス、それはイエス様を信じる人が滅びないで永遠の命を持つためであると、ぜひ皆さんこの素晴らしいイエス様今日を信じる決心をして、そして共にイエス様と生きていく、そういう人生を歩まれることを心からお祈りしています。もし前に出てくるの嫌だなって方がおられましても、心の中でぜひイエス様あなたを信じますと心の中でお祈りしてみてください。神様は死の皆を呼ぶ者は皆救われるのですと、イエス様の名前を呼ぶならば、イエス様は救ってくださいと言うならば、必ずあなたを救ってくださいます。その通りです。その通り、よくアーメンという言葉は日本人は多分分かると思います。その通りですということ、確かなものです。そうです、イエスは答えます。あなたの信仰に、その信じることに答えます。心を見てます。今日は悔い改め救いの日であることを宣言します。イエス様もうその罪を見ません。もし自分がその告白して罪から離れて、イエスのところがもうその罪汚れている自分がもう終わりにします。イエス様がそのものを新しくするんです。自分の心と魂も新しく生まれ変わります。霊によって生まれてきます。それは聖書に書いてある事実です。今日求めましょう。主イエスキリスト求めましょう。はい、ありがとうございます。一言お祈りします。天のお父様、あなたの皆を賛美します。今この印西市の千葉ニュータウン中央駅で立ち止まってくださっている一人一人をイエス様の皆で祝福します。本当に一人一人の心に聖霊様が臨んでくださって、イエス様あなたを信じたいという思い、イエス様に信頼を置きたいという思いを与えてください。
そして心で信じて義と認められ、口で告白して救われることができますように。永遠の命をここの町に住む10万人の全ての人が持つことができますように。神様、あなたの人知をこらえよう。ここに通りかかる一人一人を望んでくださいますように。体験することができますように。ほんで仕事で疲れてる時も本当にあなたの恵みで注いでください。疲れも今晩も癒してくださって、明日の土曜日もあなたの喜び愛でいっぱいにしてください。本当に学校帰りの方がいられましたら、その、上にもその人間関係、その学校生活も祝福してください。家庭の関係も祝福してください。本当にこの私たちいろんな人生の歩みがあります。それぞれいろんな心の思いがあります、葛藤があります。でも神様、あなたが私たち一人一人を、こう通り一人一人を心から愛しておられること、ありがとうございます。あなたがどれほど愛しておられるのか、神は実にその一人が私にあったことを愛されたと、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、恐れるのは私があなたと共にいるからだと。天のお父さん、あなたがここにいる一人一人を心から愛し共いてくれることを感謝します。本当にあなたの恵みが、あなたの愛が、神様、この町に、ここの町に住む一人一人に豊かに過ごれることをお願いいたします。感謝します。これから続けて賛美します。あなたがこの千葉ニュータウンの地で、印西市で王として崇められますように。あなたは王の王、主の主、栄光誉れ感謝を受けるにふさわしいお方です。この日本の王はイエス様、あなたです。そしてこの千葉の印西市の王もイエス様、あなたです。そしてこの全世界の王もイエス様、あなたです。すべての口、すべての膝はあなたの御前にひざまずき、あなたの御の賛美する日が来ること、ありがとうございます。すべての栄光が主の宮に帰されますように。感謝して愛するイエスの宮で祈ります。アーメン。そうです、マルコによるの福音書の一章にその建物に書いてありますよ。アレルヤ、読みましょう。その一つの説を宣言したいと思います。皆さんに伝えたいということでね。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよう、という言葉です。マルコの福音書の一章の15節。そうです、時は満ちた、時です。日本よ、印西よ、今が時が来た。神の国はあなたに近づいた、悔い改めて福音を信じよう。その幸せの中に入ります。どんな状況の中でも喜べる、どんな状況の中で平安がある、それはキリストと共ですから。これがマルコの一章、そのたどもに書いてある言葉、どうぞご覧ください。マルコ1、マルコの一章、どうぞ今夜帰りで読んでみてください。ネットはもういっぱいステーションでありますので、マルコの福音書一章読んでみてください。主イエスがあなたに語ります。今は時です、今は時です。神の国あなたに近づいて、国です。アーメン。Yeah.
such joy in God. Oh, hallelujah.
最後の時間になりましたので、じゃあお祈りをして、終わりたいと思います。はい、じゃあもしよければ前へ、集まっていただいて、
はい。